ベリー校の糸も豪華なる、自答書の装飾ページ。1月の、ギフト交換の日のイラスト1470年代、後半の自答書、安住の自答書よりあぶしくろうての、祈り自投書は、現存するものの中では、最も多く存在している中世装飾写本である。内容はそれぞれ異なっているが、祈祷文や詩編を修正し、内容に合わせた挿絵をつけて、 ローマカトリック教会のキリスト教徒としての信仰、礼拝の手引きとして編集したものである。通常はラテン語で書かれていたが、一部もしくは全体がヨーロッパの日常語で書かれている例もある。数百点の自答書が今日まで残っており、世界中の図書館や個人のコレクションの中に散在している。通常、自答書と呼ばれる中世の写本は、 政務日課書を短縮したものである。自答書は修道院制度の要素を信徒としての生活に組み込みたいと考えた一般信徒のために編纂されたものである。定時の祈りには基本的に数編の賛美歌の朗読、昭和に規定の祈りの言葉が伴った。通常の自答書の内容は以下のようなものである。ほとんどの自答書はこのような基本的な内容から始まり、 様々な祈祷や礼拝に進む。ミサやキリストの受難への瞑想の際の祈りで使う、アブシクロテとオインテメラタの二つの聖母の祈りが加えられていることが多い。自答書に書かれている祈りの言葉はもともと個人的な祈りの言葉であったが、十二世紀頃には決まった、天礼上の祈祷書が修道院の中で成立していた。年の第ラテラン公会議の後は、 聖職者でない平身とも修道院の祈祷書に興味を示すようになった。これらの多くは女性用に作られたものであった。1340年代の国史病の流行の後、平身とはより強く祈祷書に興味を持つようになった。個人的な自童書を持つことができたのは王族、貴族、符号だけとしばしば言われているが、 実は1240年頃書かれた最初期の自答書の例では、女性の平身とのために書かれオックスフォード近くの修道院が所有していたと見られている。これはペーパーバックよりも小さい本であったが、主要な書き始めには大いに装飾が施され、ページ全体にわたるミニアチュールが数点掲載されていた。時には自答書に書かれた祈りの文句に、 所有者のために作られた特別な宿や、思考や性別に合わせた修正が加えられることがあり、所有者の個人名を祈りの文句に加えることもあった。現存する自答書の中には所有者の肖像画や、時には文章を記載しているものもある。来歴や検字が書かれていない場合、こういった記述や、 カレンダーがある場合はそこで取り上げられた成人の選び方が最初の所有者を特定する主要な手がかりとなる。15世紀までの間、様々な出版業者がオランダやフランスで自動書を大量生産した。15世紀の終わりまでには、出版技術の進歩によって自動書はより手に入りやすくなり、時には平民や召使いさえも未成本の自動書を 個人用に手に入れられるようになった。これによって自動書は紙片以上にポピュラーになっていった。多くの自動書が豪華な装飾を施されているため、中世キリスト教の図像学と同様、自動書は15.16世紀の重要な生活記録となる。自動書の装飾の方法には、宝石をあしらえたカバー、肖像画、紋章、膨大なイラスト、本文の装飾、 境界線の装飾などもある。多くは持ち運びしやすいようガードルブックの形に製本された。ジョン・タルボットのタルボット自童書のように多くは所有者が聖母子に祈りを捧げてひざまずく肖像画が含まれている。原作の大盤ミニアチュールはしばしば日々の務めをカバーしていた。これはカレンダーの装飾として聖母への祈りの時間を飾る。 聖母の生涯の8シーンの差し絵である。代わりに、キリストの受難の絵図で装飾されることもある。自動書の価値は、富裕層にとって、経験化うでないかを示す重要な、ステータスシンボルにもなった。富豪は、時には、自らが制作依頼した、自動書の装飾の良し悪しを競争することもあった。また、ひいきにしている子供、友人、ケラや、時には忠誠を示すために、 君主へと贈り物として人手に渡ることもあった。母親が自らの本を長女に譲り、同様に数世紀にわたって代々受け継がれた自答書もある。多くの女王は長愛深い次女に自答書を譲った。長く存在する自答書には新しい所有者に合わせた修正が加えられることもあった。リチャード3世を破った後、ヘンリー7世はリチャードの自答書を ヘンリーの母に送った。そして、ヘンリーの母は内容を修正して、自分の名前を自答書に記載したのである。現存する多くの自答書には膨大な手書きの不中、個人的な過筆、乱外の覚え書きなどが加えられているが、職人に注文して新たなイラストや記述を加える、ものもいた。トロットン教トマス・ルークのアワが顔を雇って、ルークのアジト書の詳細部を追録した。 あまり運に恵まれなかった自動書のページはメモや腰として扱われることもあった。現存する多くの自動書の余白には火事の記録や生物記録のメモ書きも書かれている。所有者の中には訪問客の際にや、記念の記録を集めていたものもいる。15世紀の終わりにかけて印刷機によって木版画のイラストを含んだ自動書が生産された。出版業者は 単純な技術で古牛皮脂の写本を大量生産し、その後で同様に印刷機で大量生産された挿絵のセットを加えて特徴を出すことができた。最も有名で最も豪華に装飾された中世の写本の一つにベリーコーの糸も豪華なる自童書がある。これは1412年から1416年頃にフランスでベリーコー ジャン一世のために作られたものである。デブレイルズ・アワーズは1240年頃に作られたもので、現存するイングランドの自童書では、最も古く、最初の所有者の肖像画が4枚記載されている。ローマ教会用のロスチャイルド紀頭書は1505年頃に作られた3.5インチほどの厚みの本で、ルイナ・タニエル・フォン・ロート・シルトが所有していたが、1938年5月に、 オーストリア併合直後のナチスが、ロートシルトのウィーン文家から祈祷書を接収した。所有者の命であり、相続人でもあるベティーナ・ルーラム・ロートシルトの努力によって、オーストリア政府は1999年に自動書と他の芸術作品をベティーナに返還した。その後、自動書は1999年7月8日に、ロンドンのクリスティーズ・オークションで競売にかけられ、 80ポンドで落札され、装飾写本の落札価格では世界最高額を記録した。コナリー自動書は15世紀に作られた自動書で貴族の出資外で作られた写本自動書の恒例である。これをもとにティモシー・エム・サリバンが仲介、解説をつけた本が存在する。ありがとうございます。